女港町どうしてこんなに夜明けが早いのさ。それじゃさよならと海猫みたい男がつぶやい別れ言葉あまりにも儚くて忘れたいのに忘れられない切ない恋を、あ、間違えたどうもおはようございます。こちらにぴょんこ先生もいらっしゃいますね。いや、びっくりしました。前回の動画とね、同日に、収録しているんですが、いや、白秋さんが亡くなってしまいました。なんか新年早々、なんかすごいですね、先生。って言ってますけれども、いや、なんかね、いや白秋さんね、結構好きだったので本当ショックですけど、ご冥福をお願いします。はい、というわけでまたウイスキー飲みながらね、だらだらやっていくよ。この辺にいた方がいいどこでもいいですか。そうですか。というわけで、じゃあね、次はというか、今日はメイカーズマークね、小栗旬さんですね。入れすぎたよ。これはね、メーカーズマークはですね、アメリカンウイスキーですね。ケンタッキー州は、ケンタッキー州はじゃないや、ケンタッキー州の、ちょっとよくわかんねえや。まあまあ、バーボンってやつですね。バーボンっていうのはね、いろんな定義がありましてですね、バーボンと語るには、まず、まあいいか、とりあえず乾杯。安定だね、うまいね、やっぱりこれね。バーボンはね、普通のウイスキー、スコッチとかは、大麦麦芽、要は麦が原料なんですけども、それはモルトと言いますが、このね、バーボンはグレーン、グレーンね、グレーンを50、グレーンって5レーンじゃねえやグレーンっていうのは、ああ、危ない。パソコン壊れるとかだったよ。危ないよ。グレーンというのは、トウモロコシのことなんですけども、トウモロコシを 51% 以上使っている的な。うまい。バーボンはいいよね。で、よく間違えられがちなのは、ジャック・ダニエルもバーボンでしょってなるんですけども、あれはね、バーボンではなくてケンタッキー州じゃないので、あれは、テネシーウイスキーなのかな。まあちょっと全然合ってないかもしれませんけどね、いうことで、あ、おお、先生知ったね先生催したね。元気ですよ。いやー、ちょっとほんとなんかすごいね、すごいよ何がすごいんだってね。で、今日はね、まあ今日はというか、まあちょっとね、伊勢神宮のね、伊勢神宮のこの、なんていうの、こういうのお札、御朱印、知らないけど、これをね、ちょっと買ってきたよなんなんでしょうね、なんなんだろう、この感じは。いや、そんな適当な人じゃないんですよ、私は。普段はカメラが回るとこんなになっちゃうんだ。でもまあね、伊勢神宮の天照大神様の
やっぱりこのこういうのを貼っといた方がいいでしょ、貼らないよりは、うん、ということまあいいや、もういいです、うん、まあまあそういう一日でしたよっていうね、皆さんは何飲んでますか今日は。コメント欄で教えてください。どうなんでしょうね、やっぱあの私はね、季節によって、前回も言いましたけど、季節によってなんか飲むお酒が変わるんですよ。夏はほんとね、ビールかハイボールですね、うん、あとは焼酎ソーダとか、うん、あと本当にあのサクビーね、サクレとビール、あれ本当にうまいんでね、うん、あれやったりとかですかね、うん、でも冬はね、寒くなってくるとやっぱりウイスキー、あと芋焼酎とかね、うん、お湯割りとかもやることもあるし、最近はやっぱほとんどウイスキーですかね、うん、ウイスキーやっぱりうまいよね、うん、でね、ウイスキーも苦手な人いっぱいいるじゃないですか。で、例えば最初に飲んだウイスキーが例えばバーボンであったとか、うん、最初に飲んだウイスキーがスコッチであったとかいう、それによってね、だいぶその入りでね、うん、好き嫌いっていうのは変わってくるかなと思うんですけども、いきなりなんか バーに行って、なんかその上司のおすすめのアイラモルトのシングルモルトを飲んでみたんですけれども、みたいなことになってくると、多分もう二度とウイスキー飲まないんだよね、うん、いきなりハマっちゃう人もいるとは思うんですけど、やっぱりいきなりなんかね、この癖のある系のシングルモルトとかいっちゃうと、これがウイスキーなんだってなっちゃうと、なかなかその後ハマれるかなっていうところはあるんでね。なのでもうなんだろう、バーボンと、さっき言ったアメリカンウイスキーとスコッチウイスキー、いわゆるスコットランドのウイスキーはもう全然別物だと思った方がいいね、うん、バーボンっていうのはこの新樽で、新しい木の樽で内側を焦がしたやつを使うのがバーボンなんだ。なのでものすごい木の香りというかね、独特のこの香りがあるんですよね、うん、でそれに対してスコッチは、まあ、シェリー酒で使われた樽とか、まあ、実際の樽を使ってるわけじゃないんですが、まあ、そういうシェリー樽ってやつとか、いろんなね、樽を使うんですけど、オークとかね、うん、あ、泥棒かな、アルソックで呼ぶよって言ってますけど、うん、なのでね、このいろんな種類、大きな括りでいろんな種類があるので、この諦めずにいろんなアメリカンウイスキー飲んでみた、ダメだった、だからスコッチウイスキーのじゃあ飲みやすいやつってバーで頼んで飲んでみたとかして、でスコッチウイスキーの中でもこのブレンデッドウイスキーってあるんだな、いろんなこのその蒸留所の原酒を飲みやすく美味しくこうブレンドして売ってる、それがまあ前回のこのオールドパワーだったりするんだが、うん、まあこれじゃなくてもね、いろんなのあるんですけども、うん、これいろいろあるんでね、うん、でまあ初心者にじゃあおすすめのウイスキーって何なんだっていうことになりますとですね、私のおすすめはアイリッシュウイスキーだね、うん、アイリッシュウイスキーだね、うん、2回言うよ、アイルランドかなのお酒です。で特徴がね、まあ、いろんなアイリッシュって言ってもいろいろあるんですけど、一番有名なのはこれですね、はい、これジェームソン、ね、ジェームソンくんっつってね、なんかジェームソンくんっていうやつですよね。これがもう多分一番このどこでも売ってるし、そうですね、市販のウイスキーの中では私的にはこれが一番飲みやすいと思いますよ、うん、これのハイボールとかね、この辺から入ってみるといいんじゃない？どうですか？聞かれてもないのにどんどんおすすめを言っていくっていう。でこれはね結構有名なお酒でね、もうアイリッシュウイスキーといえばこれみたいな銘柄なんですけども、これねレディーガガいるでしょ、レディーガガがこれがないと曲は書けまへんって言ってるぐらい好きなんですって、レディーガガ、まあ、それは余談として、まあ、これは非常に飲みやすく薄い一本でございますね、うん、まあまあ
ちょっと小出しにしていくよ、やっぱり。そんな感じです。あとね、あのジャックダニエルをコーラで割って飲んでみるとかね、そういうとこから入っていくといいかもしれないね。あ、うまっ。うまいわ。ちょっと一本タバコをさせていただいてですね、吸い終わったあたりでさよならということになりますね。今日は2本撮りです。次いつ収録するかは、神のみぞ知るという、ね、ことになっております。神のみぞ知る、またね、半年後かもしれないし、もうこれが最後かもしれないし、はたまた4日後かもしれない。それは誰にもわからない。沖のカモメふかざけさせてよ、ガンチョネつってね、この八代亜紀さんのね曲ですけど、ダンチョネって何なんですかね。ダンチョネって何ですか。聞いたことあります。ねえつってますね。団長の思いだねっていう意味かもしれないし、そうじゃないかもしれない。団長ねを、ググるのはめんどくさいので、知ってる人いたらコメント欄で教えてください。はい、もう喋りませんよ。お守りも買ってきた。喋るんかいっつって。お守り。これおま、あ、そう、お守りのうんちく言いますよ。お守りは、このお守りがあなたや私を守ってくれるわけじゃないんですよ。これを肌身離さずこう持っておくことで、こう神様を、このなんていうの、持ってるっつったら失礼ですけど、神様と一緒にいますよ。だからこの神様を大事にしましょうね、自分と一緒にという意味なんです、お守りっていうのは。だからこれに守ってくれると思ったら大間違いだ。これを守るのがあなたの仕事なんだ。結果あなたは危険なとこに行かなくなるし、危険な橋を渡らないようになる、そういう意味があるんですね。諸説あるかもしれないし、全然お門違いなこと言ってるかもしれないけど、いや多分確かそうです、ね、わかりましたか。よろしくお願いします。お守りは自分がこれを守るんですよ、結果安全なんですよ。というわけで今年はバンジージャンプやりたいで、あの TikTok とかでたまに見る変な笑い方の人知ってます？ってやつあれめちゃくちゃ好きなんですっていう人ね。以上、何のためにもならない YouTuber コイムの、日常ダダ流し動画でした。さようなら。さようなら。